せーの、すんちゃん。こんにちは、近いですね。今日はゆかの誕生日です。またその日が来ましたね。いつもゆかの誕生日の時はもう前からずっと用意してなんかやってあげるんですね、毎年ね。だから私の誕生日の時がゆかがちょっとストレス溜まって、ゆかの誕生日は私がストレスいっぱい溜まって、まあ、そういう感じので、今日はゆかの誕生日ですけど、雨めっちゃ大きいです。雨めっちゃ大きい。やばいよ。でもいいね。今月はまあいろいろ僕がまた用意しましたから、皆さんすんちゃんの誕生日用意を試してください。頑張りましょう、とこみんな。今日はすんちゃんカメラなんだよね。そうですね、こちらの仕事がですね、やっぱお客さんもらう仕事ですから、うん、まあ、ちょっと若干時間 なくても、まあそれを考えてまたいろいろ用意したんですから、それもお試しください。終わったら私のカメラにします。はい。ちょっと荒れてきたの見てください。どうですかね、よかったね。さっきやばかった、さっき台風かと思うぐらい雨がブワー降ってたんだけど、でもチェジュ島ではよくあることなので。へえ、何、カジノ行きましょう。カジノ行くの、すんちゃん行けない。ハルホテルに来た。すんちゃんさっきからニヤニヤしてるからさ、カルオネホテルに行きましたよ。今日ここでランチ。かっこいい、すんちゃん。すごいかっこいいよ。なんで？ニヤニヤすんね。誕生日のステップ1はカルホテル。カルホテからです。カルホテ。初めて来た。ここは、うん、昔。そうそう、若い時初めて来たブーケがここですね。でもここ結構前はお金なくてあんまり入れないとこだったんですから、とりあえず入ります。ステップ1。じゃあゆかはいつもコアン食べる時メニュー選べないんですね。いつもうるさいですから、もうカルホテルにしちゃったんです。ここだったらイカがうるさくないんですね。あ、選べるからね。そうそうそう、いろいろあるから。ありがとう。すんちゃん今トイレ行ったからちょっと待っとく。でもなんかかわいいね、こういう風に。なんだろう、サプライズ本当にできない人だったんだけど、でも私が結構誕生日の時とか家族や友達にサプライズするのを見てなのか、なんか、うん、出会ってからは毎年こういう風にサプライズで誕生日を用意してくれるっていうのがなんか恒例になっちゃった。だからもともとは得意じゃない人だけど、すごい頑張ってるのがね、ま、いつも可愛いなと思ってます。ゆかちゃんの誕生日です。ゆかちゃん毎日うるさいですから、ご飯選ぶのですね。だから全部あるとこを決めたんです。とりあえずゆかが選ぶのを見て私らも選びます。ダメ、サラダからだよ、サラダからだよ、もう早くサラダこのいて。でも今日の夜ももっとすごいよ。でもそんないっぱいじゃなくて、すごい、まあまあ、そうそう、なんていうか、うん、でもまた楽しくやってあげるよ。いっぱいまだまだあるよ、夜まで。またおお、すげえすげえ、ここおお。
お肉選べました。お肉やっぱ牛ですね。ピチョットもあるし、イカが好きなのキンパとかいっぱいあるし、そば屋のもあるんですね。ここちゃんと選び、はい、あるし、いろいろありますね、ここ。じゃあ選んできます。いただきます。いいね。 One heartbeat away from going mad. Girl, when you look like thatなに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 、アイス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 、どうですか。私ですか。幸せ。幸せですね。じゃあとりあえずゆかちゃんの誕生日のお昼食事はここですね。どうだったんですか。良かったです。何が美味しかったし、一番美味しかったのがオリコビ。オリコビって多分モニキとなんか焼いたやつが美味しかった。こういう感じですね。おお。かわいいですね。まあまあ。今日も動画が良かったなって思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。そしてインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さんも今日も一日お疲れ様でした。次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョ。